しみな顔合わせが実現しました。どんな試合になるのでしょうか。今日は市立吹田サッカースタジアムからお届けします。サッカーファンの皆さん、こんにちは。カップ戦の決勝が間もなく始まります。この試合の実況は私、西岡明彦です。今日はベガルタ仙台対セレッソ大阪のカードです。こちらが先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。ピッチ全体でプレスをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。ラインナップを見てどうでしょうか。今日もいつも通りプレス主体のサッカーで行くはずです。タイトな守備をされると相手は体力的にも精神的にも負担がかかりますからね。この試合にはカップ戦の優勝がかかっています。激しい試合になりそうですね。クラブがタイトルを獲得できるチャンスです。チーム全体が燃えているでしょう。注目の試合のキックオフです。そうですね、両チームにとって重要な試合ですから目が離せませんよ。見事なスルーパス打った。このシュートはなぜか入りません。うまく力を抜いたシュートだったと思いますが、とんでもないところに蹴ってしまいました。つまらないミスでボールを失いました。奥の弘明、ここはサポートがあります。菅井直樹、ここはキーパーのスーパーセーブ。ゴールラインを割ってコーナーです。コーナーから中へ、ここはキーパーが抑えました。ピンチを出します。菅井直樹、これはコーナーキックでしょうか。ボールはエリアへ、ここはクリアされました。柿谷陽一郎、ファールを取りません。タックルはボールに行っていないようです。イエローでしょうか。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。中野義弘、危険な位置です。緊張感が増してきます。このシュートで勝ち越せるか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。ここはサイドに持ち出すでしょうか。これはイエローカードでしょうか。2枚目ですので退場になります。イエローは2枚目、退場です。これは痛いですね。監督も心中穏やかではないでしょう。ハーフナーマイク、
ここはよくスペースが見えていました。切り裂けるか、絶妙なパス、素晴らしいスルーパス。ここは先制点のチャンスを逃しました。決まってもおかしくないと思いましたが、入らないものですね。清武博士、ボールを運びゴールに襲いかかります。山口蛍が読んでいました。マテイ・ヨニッチ、いいボールが入りそう。前方に運びました。タッチラインを割りました。スローインです。このパスはダメでした。通りません。オスマル・バルバ、このボールは外に出てスローインでの再開となります。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。まずいタックルでしたね。イエローカードが出てもおかしくありません。レフェリーがイエローカードを出します。カードは気をつけたいですね。はい、すでに退場者も出ていますから、もっとうまくやってほしいですね。これはカウンターのチャンスです。スルーパスが味方に通る。スペースを狙う、ゴール。決勝の舞台で貴重な先制点。チーム全体の硬さがこれでほぐれると思います。すごい仕事をしましたね。スマルバルバ、ヤンドンヒョン、いい形でゴール前まで持ってきました。このプレーはオフサイドです。うまく読んだインターセプト。なんとかわしました。ジャンプしました。スコアは1対。後半のキックオフです。重要な試合ですからね。スタジアムも盛り上がっています。さあどうだ。このミスは痛い。相手にパスを出しました。さあスタジアムのテンションが上がります。ルーズボールになった。アフナーマイク、見事なスルーパス、クロスを中央に入れた。このシュートは外れます。前半この選手のプレーがよく効いていました。行くしかない。前方に運びました。清武博士、ここで折り返したい。ここはパスミスになりました。ボールを失います。素晴らしいボールです。うまいパス。1対1を防いだ。ビッグセーブです。いやー、本当によく止めましたよ。コーナーから中へ、キーパーがコーナーキックを弾き出しました。サイドから勝負に行くか。深くえぐってからのクロス、シュートはディフェンスが止めました。さあカードを切ってきました。ボールを近くの味方へ。
はたいて渡すこともできます。ここはインターセプト、しっかり予測していました。奥の広明、走り込んだ味方にスルーパス、菅井直樹、追加点とはいきませんでした。いい反応です。ここはサポートがあります。このパスはまっすぐ相手に渡ります。ここは押し出します。スローインになりましたがピンチが続きます。狙ってきた。このシュートではキーパーのミスがなければ得点が入りません。これは見事に奪いました。どちらが得点をしてもおかしくない。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。カードが出るようです。主審の手にイエローカードが握られています。監督はヒヤッとしたでしょう。これ以上の退場者が出たら試合が終わりかねません。ゴール前に入ってきた。狙った。ナイスシュート。ゴール決まった。またまたゴールです。チームはノリに乗っています。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。味方につなぐこともできます。ボールを取りました。さてどうする。素晴らしいスルーパス。これは狙います。ヘディングで決めた。ヘディングでのゴールです。うん、いいヘディングでしたね。相手にとどめを刺す1点が決まりました。この状況でも攻め続けますね。あくまで攻め続けることで相手に隙を与えていません。こちらのカメラからの映像です。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。杉本健雄、さあスタジアムのテンションが上がります。ボールを奪い返しました。先ほどまで激闘を繰り広げていたピッチに歓喜が響き渡ります。タイトル王者が喜びを表しています。一方相手チームの選手は気丈には振る舞っていますが落胆は隠せません。これは負けたチームの方がこのタイトルにかけた意気込みが大きかったようですね。ええ、勝ったチームの選手たちも勝ったのは嬉しいのでしょうが、負けたチームの方がそれ以上にショックが大きいようですね。さあ勝利した選手たちがピッチに特設された表彰エリアに集います。待ちに待ったトロフィーを掲げる時がやってきました。このトロフィーを頭上に掲げることができるのはわずか1チーム。ほんの一握りの選手たちが勝ち取った権利です。この特別な時間を存分に味わってほしいですね。勝利チームを見に来たサポーターたちもこれは嬉しいですね。もちろんですよ。
選手たちがスタンドに駆け寄ります。応援もしてくれたサポーターとシャーレの喜びを分かち合います。素晴らしい光景ですね。このシャーレを手にできたのもサポーターの声援あってのことですから、みんなが一丸となって勝ち取ったタイトルですね。そして最後に記念の写真撮影です。どの選手も嬉しそうな顔をしていますね。シーズン中のプレッシャーから解き放たれ、みんな表情がいいですね。